双子城は岩手県北上市にあった日本の城、領主、和菓子一族の居城、別名、非税城、道の区国和賀郡双子村に所在した。城石は北上川湾曲部西岸の丘陵地帯あり、西という名は、地内北西部に小山が二つ並んでいることによる。丘陵東側には宿と呼ばれる城下町が形成され、双子城の中心部分に、 城主の館跡が存在し、周辺には、家臣団の屋敷が配置されていたと見られる。現在、私立公園費税場跡として整備されている。室町時代以降、我が軍総領職として、軍内を治めた和菓子の居城跡で、追記年代は不明であるが、和菓子の本拠地は初め北上川の対岸のさらぎに、本拠地があったとされる。双子城が和菓子の本城となるのは、 大米8年4月28日に、和菓子儀が、和が軍総領職に干せられた直後とする説もある。天正18年の欧州市期で、和菓子が、所が領没収、上地追放処分を受けると、双子城には、浅野長政の家臣、後藤半七が駐留したが、給料回復を目指す和菓子、冷え抜き氏が求心を集めて挙兵、双子城を奪還した。 しかし翌年の最終期で、ガモウ里サと税に攻略され、当主の我が吉忠は逃亡途中に殺害された。天正20年の諸城破却書状には、双子平城派、信長抱え代官河村左衛門の、四郎とある。慶長5年、南部氏が、最上出陣中、伊達氏の支援を受けた、我が忠鹿は、再度給料回復を目指して拒兵し、忠鹿は、 双子城を拠点として南部市と戦った。我が勢は花巻城を吸収し、三の丸、二の丸を制圧して本丸に迫ったが、援軍を得た南部勢に敗れて双子城を放棄、我が勢は拠点を岩崎城に移した。ありがとうございます。